クッションもザブトンの代わりに使ってください。一応救命クッションになってますので、もしもの時には両サイドの帯に手を通していただいて抱きかかえるような状態になりますので、ね、その他ね、ザブトン背もたれ余ったものは自由に使っていただいて構いませんので、はい、はい、なるべくね、できれば今の状態で、はい、普段普段バランスが取れてますので、ね、場所変わる時には交代でやってもらったら、あ、バランス崩さないね。はい。侵食の恐れがある。うん、そうそうそう、タイタニック。俺たちレオナルド・デカプリオ。俺たち、あ、あるか。あ、ビッテ、ヒロファイ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 。見てください、これが。はい、行ってきまーす。本日はようこそ日本一の清流仁淀川にお越しくださいました。この仁淀川は源を遠く四国の霊峰池田山に発し、青葉よし、もみじまさよし、おもご渓と歌われておりますおもご渓谷から、途中幾多の支流を合わせ延々 123.6km 黒潮流れる太平洋へと注いでおります。この流れは大阪の淀川に似ているところから仁淀川と名付けられました。平成20年日本一の清流となりました仁淀川は、忘れられない日本の原風景とともに流れ、稲下りをはじめ若者は今やカヌー、ラフティング、サップ体験など仁淀川の自然に溶け込み、日々の生活から離れた環境の中で楽しんでいただけるところでございます。静かな流れの中で時折聞こえてくる野鳥の声に耳を傾けてみますと、カワガラスでしょうか、カオサギ、コサギ、春にはウグイスの声が聞こえてまいります。自然の BGM をお楽しみいただきながら、川に遊び、山に癒され、人の心に触れ、明日からのさらなる力をもらってお帰りいただくために、本日は澄み切った仁淀川の緩やかな流れに身を任せ、時を忘れてお楽しみください。見てくださいね。ちょっとさ、バチ。いや、本当、これ見て。水がマジで透明。手で触れてみたらすげえ。
見てよかった、香水用のスマホケース。
底の岩が見えるほど透明感があります。滝壺の水が光の当たり方でグリーンやブルーに変化する幻想的な光景。日差しが滝壺全体に降り注ぐ正午前後が神秘的な、最も仁淀川ブルーを感じられる時間帯だと言われています。かなりの山奥で観光地のように整備もされておりませんが、冒険していただいて神秘的なブルーを探してほしいと思います。この仁淀川の上流から居酒屋詩人、作家、タレントとして活躍中の吉田類さん、日本の多くの企業を育てました神戸の鈴木商店の番頭金子直吉、世界に知られました植物学者牧野富太郎のふるさとでございます。